こんにちは、エクです。毎週木曜日はいつもの Vlog を一旦お休みしてスプラトゥーンの動画をお届けします。今回からいよいよスプラトゥーン2の動画でいきたいと思います。今回からいろんな武器を少しずつ紹介していきます。今日紹介するのはこの若葉シューターという武器を紹介したいと思います。これは一番最初に手に入る初心者用の武器になります。こちらのサブがスプラッシュボム、スペシャルはインクアーマーという形になります。では早速試し撃ちをまずしてみたいと思います。この若葉シューターはもう完全な塗り武器なので、こういった形でいろいろばらけるような形でインクを塗ることができます。若葉シューターはかなりの塗り武器になりますので、こんな感じでインクがばらけます。画面中央をよく見るとこのように照準があります。これがどれだけ射程が届くかということを表しています。今この中央の丸い円を注目してみてください。こちらの方で敵に近づけるとこれがこのように変化します。この状態で撃つと敵に当たると。このグレーの状態だと敵に当たりません。敵に当たるのはこの射程がついた状態、この状態の敵にこのインクを敵に当てることができるようになります。そしてさらにこの射程のマーカーを見ると両サイドに範囲のようなものが見れると思います。これはこの若葉シューターでどれぐらいインクがばらけるかというものを表しています。この範囲にインクがばらけてしまいます。インクのばらけるタイミングというのは完全なランダムなので、例えばこういう状態で当たったり当たらなかったり、全く当たらないっていう状態にもなったりしますね。この照準マーカーを合わせる、これをエイムと言います。どれだけ正確にエイムを合わせられるかというのがこのスプラトゥーンでは結構重要になってくるかと思います。ただ若葉シューターはかなりばらける武器なので、意外と近くで撃ってしまえばこんな感じで手早くやっつけることもできます。この若葉シューターは、専門用語で集団性が悪いっていう感じになるんですけれども、集団性がいい武器になると、もっとこの範囲が狭い状態で使うことができます。そしてサブはスプラッシュボムになります。これは前作の若葉シューターと全く同じサブギアになります。このスプラッシュボムの特徴としては転がってすぐ爆発します。こんな感じでうまく真下にやると自分のところでも置くことができますし、ああいう高いところにボムを置くっていうこともできます。これをうまく使うことで敵を倒したりっていうことができます。そしてスペシャルはこちらのインクアーマーとなります。こんな感じですね。こんな感じで R ボタンを押し込んでしばらくして目が光ってからバリアというかその敵のインクを弾くという機能が追加されます。インクアーマーはご覧のように R スティックを押し込んでから発動するまでに時間がかかりますので、今までのバリアとは違って、すぐには発動しません。なので出すタイミングを結構考えて放たないと実はやられてしまったりしますね。例えばもう敵対している時にインクアーマーを放ったとしても、もうそれは手遅れですのでほぼやられてしまいます。あとインクアーマーを撃つと少しだけ硬直と呼ばれる全く動けない状態になってしまいますので、その隙にやられてしまうことも多いと思います。ちなみにこのインクアーマーは発動するとそのステージにいる味方全員に適用されます。ですので
うまく使うことで敵を押し込んだりとか打開したり、そういった時にこのインクアーマーが使えます。以前のバリアの場合ですと自分にしかバリアは適用できず、まあ、近くにいる味方にお裾分けしたりすることはできましたけれども、このインクアーマーになるといつ発動しても味方全員にこのインクアーマーが適用されるので、かなり使いどころによっては強いスペシャルウェポンと言えます。このインクアーマーは完全な無敵っていうわけではなくて、敵の弾を一発食らうとこのインクアーマーが弾かれてしまいます。そうなってしまうともうバリアがない状態になりますので敵にやられてしまうことがあります。ただこのインクアーマーを使うことによってその敵を倒す、自分が倒されるこの確定数が変わりますので、かなり戦況が有利に運べると思います。それではこの若葉シューターで縄張りを何戦かやってみたいと思います。はい、最初のステージはガンガゼ野外音楽堂、こちらの縄張りバトルでやっていきたいと思います。持ってる武器は先ほどの若葉シューターでやっていきます。まあ、まずは若葉シューターは塗り武器なので、こういった味方が塗り残す部分をどんどん塗っていきます。まあ、その間に先ほどのインクアーマーのスペシャルウェポンが溜まっているので、それを戦況を見ながら発動していきます。あとうまくこういったボムコロを使って敵を倒していくといいと思います。ガンガゼはこの部分を壁塗っていくと、ここから上に行ったりとか敵を裏取りすることもできますので、裏取りするときはインクアーマーが結構いいかもしれないですね。でもすぐインクアーマーの効能は切れてしまいます。こんな感じにね、よいしょ、あー相打ちでした。じゃあ早速次復活してやっていきます。敵にもやっぱり若葉シューターいたりするので、このインクアーマーが敵が発動しているとき、インクアーマー発動していると目が光りますので、その目を見てこのインクアーマーが発動されているかどうか確認しながら戦っていきます。インクアーマー発動中は確定数が変わってしまいますので、なかなか戦うとこっちが不利なので、あんまり戦わずにすぐ、まあ、インクアーマー終わっちゃうので、その終わってからやるという感じですね。よいしょ、こんな感じ。 OKOK。 インクアーマー使った時、まあ、どうしたらいいかっていうのはまだ自分でもこれだっていう戦略はないんですけれども、大体はご利用しをすると強いかなというふうに感じます。わっ、やられた。あー、やられた。あんなに味方が近いとさすがにインクアーマーやると逆にやられてしまうので、一回離れてからインクアーマーするといいと思います。よっしゃ、塗っていくぜ。あー、食い棒は怖いね。あ、こっちから来る。こうして裏取りします。ほら、あー、やられた。くそ、スプラマニューバーコラボでやられました。あと12秒。あー、これは逆転できないな。まあ塗りましょう。いやー、負けました。かなり圧倒的に負けましたね。それでは次のステージやっていきたいと思います。それでは次は富士坪スポーツクラブでやっていきたいと思います。よし、よっしゃ。まずここの場合はどう動こうかな。中央をまず取ろうか。
中央を取りつつ敵にはチャージャーがいないので、まあ、こういった中央から戦う感じかな。で裏取りをします。裏取りするときにインクアーマーがあると強いです。あ、敵もインクアーマーだ。よし、あ、やれ、あ、ナイス、オッケー。味方の連携をしながらね。おー、これは雨が降っとるわ。結構今スプラトゥーン2になっていろんなサブもスペシャルもあるので、結構新しい、例えばロボットボムとかあのあたりは手こずりますね。よし、インクアーマーだ、行くぞ。あー、溶けちゃった。結構今居場所がバレているので慎重に動きます。 OK、 寝ることが最優先だね、縄張りなので。あー、逃げられた。食い棒は怖い。おお、こんな感じで OKOKOK、 ナイスナイス。今敵2人落ちているので、この隙に敵陣も少し塗っておきます。よしよし、あーあ、逃げられた、逃げれた、逃げれた。いやー、今のは結構危なかったな。よし、ナイス、行くぞ。よしよし、これはなかなかいいけど、ちょっと塗りが負けてるかもしれないな。しっかり塗っていこう。ああいう感じでボムを当てると強いですね。意外と金網の上とかって動きにくかったりするので、そういうところをうまく狙っていきたいと思います。あー、インクアーマーがたまるといいんだけど。あー、やばい、向こうインクアーマーだし。おお、でこれでインクアーマーでいきます。あー、 OK。 あー、まあでもこれで勝ったかな。はい、勝ちました。結構塗って勝てたので、これで良かったんじゃないでしょうか。若葉シューターはこんな感じで塗りが強いので、まあ、こういう2162ポイントとかボーナス込みで手に入れたりすることができます。まあ、こんな感じで今スプラトゥーン2をやっていってますので、今後もこの木曜日にスプラトゥーン動画を引き続き上げていきたいと思います。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。